八代幸ユ八代幸シは日本の美術史や美術評論家である音楽家八代ロアは長男ギリシャ美術史研究者平山東子は孫妻の弟が木村健二郎横浜で佐野木高松藩元藩士の八代宗勝と神戸出身のミサの長男に生まれる父ははじめ塗り物屋を開業後召喚番頭をしていた 横浜商業学校に進んだが、ソロ版が苦手で、神奈川県立第一中学校に転校し、第一高等学校英法科を経て、東京帝国大学法科大学に入学したが、文科大学英文化に転じ、1915年に卒業。一高時代から大下藤二郎主催の日本水彩が、研究所に通い、大学時代には、第七回文展に入選。 実家があまり裕福でなく、自作の水彩画を売ったり美術書の翻訳をしたりして、学費の足しにしていたが、成績優秀で学士免除の特待生になった。大学を主席で卒業後大学院に進み、東京美術学校や第一高等学校、東京師範学校で教職を務めた。訓練沼の大地主、高瀬愛知の妹、松と結婚。 1921年から1925年にかけて欧州留学。フィレンツェ居住のアメリカ人美術史家、バーナード・ベレンソンに支持し、サンド・ロボッティチェリ研究を行う。研究成果をまとめた英文の著サンド・ロボッティチェリは国際的評価を得た。その後も家族らによって組織された学術振興のための財団法人、広明会から資金援助へ、ボッティチェリ、 リー研究のための現地調査を行っている。この欧州滞在の折に、川崎造船社長で美術収集家であった松方孝次郎のロンドン、パリでの絵画購入に同行。印象派や当時評価を高めつつあったポスト印象派の作品購入をアドバイスし、松方コレクションの形成に関わる。ゴッホのアルルの寝室、ルノワールの アルジェリア風のパリの女たちが売りに出されていたために、松方にぜひとも購入するように勧めたが断られ、落胆したという。しかし、松方は、その後2点ともヤシロに黙って購入していたという。松方は親しくしていた、ナルセ正一の直言を好んで採用し、ヤシロは、後年著者の中で、青2歳の青年に過ぎなかった私の意見など、松方さんにはほとんど尊重されず、 口惜しいばかりだったと述べている。1925年に木村文と再婚。1927年から翌年にかけても欧米を視察し、帰国後、1930年に帝国美術院附属美術研究所主任となり、再び欧州訪問後、1931年に美術研究所主事、帝国美術院幹事となり、1932年に、 アメリカカナダを1935年に欧州を訪問した。この間に帝国美術研究所所員と美術学校教授に任命され、1936年に美術研究所所長に就任。1942年に戦前の小直後読事件により美術研究所所長を 辞任し日本交通公社文化担当上任参与となり、1944年には東京美術学校教授を退官した。戦後は1950年の文化財保護法制定時に文化財保護委員となり、1952年から1953年まで東京国立文化財研究所所長を務めた後、大和文化館の収蔵品収集に協力し、 1960年に初代館長に就任。1970年に館長を退き、1975年に新不全により死亡。去年84。日本における西洋美術史研究の祖であると同時に、対応歴が長く海外の地域も多い、コスモポリタンとしての立場から日本美術の紹介と国際的認知にも努めた。戦後には日本を 世界の中の文化国家にしようという使命感のもと、美術、文化財にまつわる制度整備にも尽力している。アメリカ人東洋美術史やランブドン、ウォーナーの友人であったヤシロは、第二次世界大戦時に米軍が京都、奈良に空襲を行わなかったのは、日本のことの文化的価値を尊重したからであるという、いわゆるウォーナー伝説を作り出した人物でもある。この伝説は、 米軍資料やオーナー自身により否定されているが、観光都市、京都のイメージ作りに大いに利用された。ウォーナー恩人伝説は、元同志社大学教授、オーティス・ケイリにより、日本人の歪んだ外国認識の一例として1978年にメリーランド大学で研究発表された。美術史研究においては、ボッティチェッリー作品の一部分と、 日本美術のディテールとを相互比較したり、水墨画における滲みに着目するなど、視覚的な細部に対して、独自の着眼点から形態的な分析を行っている点が特徴的である。1963年から芸術院会員。1970年に文化功労者となった。ABCD 新軍、八代幸を、国語、学習指導の研究。 巻八岩波書店編集部編、ABCDEFG や代幸男東京文化財研究所、1975年5月25日、久げ沼人イコール高瀬愛知渡辺明、久げ沼を語る会、岡安政、アルルのごっほの寝室、松方コレクション、眼力示す。2006年11月17日、日本経済新聞、ナルセ正一の童貞。 松方コレクションとの関わり、関口康義、文教大学文学部、文学部起用第十九から二号二千六から03、八代幸雄とバーナードベレンソン、往復書館の概要、腰川道明、アスペクツ・オブ・プログレムズ・イン・ウェスタン・アート・ヒストリー、ボリューム十三。二千十五都市の計画と京都の自己イメージの特徴明治、大正、昭和の三断面を、京都大学、 人文第53号2006平川助博、日本人の安易な感謝癖と謝罪癖産経新聞2010年9月27日ありがとうございます